というか、やっと、日本の防衛費予算も、1% を超えて予算案が提出されるようになってきた。対中国を念頭に、奥にはちょっと少ないと考えるのは私だけでしょうか。今回は、この22年度防衛費予算案を、じっくりと解説していきます。2% に透明した方が、開発費や建造費など、隊員への給料も上がっていきます。防衛費は日本は、少なすぎたと言うべきです。数年前までは、こんな話はできなかった。政府は2021年12月24日の閣議において2022年度防衛予算を5兆4005億円とすることを閣議決定し、すでに先に行われた臨時国会において成立済みの2021年度補正予算7738億円との合算で6兆1744億円と初めての6兆円台となることが分かった。これによって2022年度防衛予算は過去最大とされてきた2021年度防衛予算を上回り、国会で成立すれば10年連続で対前年を上回ることになるほか、対国内総生産 GDP 比は 1.09% となる。政府が24日に決定した2022年度予算案にはデジタル庁予算に計上される318億円が含まれるなどで、前年度から583億円の増加となっており、防衛省では来年度に予定されている中期防衛力整備計画の見直しを見据えた上で、今回の防衛費増額を今後さらに増額するための布石と捉えているとされている。近年における中国の軍事力増強拡大を受けて、防衛省においては、防衛力強化加速パッケージと称して、2021年度補正予算と2022年度予算案を一体化させた上で、16ヶ月予算として予算案を編成して、防衛費を大幅に増額させている。この16ヶ月予算において、これまで 1% 以内として抑えられてきた対 GDP 比が 1.09% になることについては、2020年9月の自由民主党総裁選において、高市早苗政調会長が、防衛費を欧米諸外国と同等に考えるならば、対 GDP 比で 2% とすべきと発言しているほか、10月に実施された衆議院議員総選挙においても、自由民主党の公約として、防衛費を対 GDP 比 2% とすることも、念頭において、増額を目指すと織り込まれていたことに由来している。かつて、防衛省では、対 GDP の 1% 以内に制限されてきた防衛予算確保のために補正予算を活用しており、金額が大きい装備品を複数都市契約として、その支払いを補正予算で前倒しして、実質の防衛費を増額させており、これは、第二次安倍政権発足の2012年以降に、防衛費積み増しの手段として行われてきた。ところが、今回の2021年度補正予算において、岸田政権は、そのような予算の前倒しのみならず、新規に購入する装備品までをも計上しており、そのために、2021年度補正予算が、7738億円にも膨らんで、過去の最大額を3000億円も上回ることになったのである。そして、岸田首相は、防衛省が5年間に購入する装備品や予算を定めた中期防衛力整備計画、中期防について、2018年12月定められ、2023年度までを対象としている31中期防を見直す方針を発表しており、政府と防衛省では、今回の増額を基調として、対中国を見据えた防衛費増額につなげたい考えであるとみられている。今回公表された予算案では、装備購入予算として、航空自衛隊でアメリカからの導入を予定している F-35 ライトニング2を、
通常離着陸型の F-35A を8機、また、海上自衛隊の護衛艦、いずも、型の艦載機として予定されている、水垂直、短距離離着陸型の F-35B を4機購入する費用として、1278億円が計上されているのが目立つが、アメリカ軍の再編に向けた関係費用が、前年から見て、ほぼ倍増して、5590億円に及んでいるのが、注目されている。これは、これまで、アメリカ海軍の空母艦載機が、はるか、遠方の小笠原諸島の硫黄島で実施していた、陸上空母離着陸訓練、FCLP を、日本近海で実施可能とするため、鹿児島県の種子島に、近くにある無人の馬毛島に、自衛隊基地を整備する計画のために計上された予算で、滑走路や港湾施設などの整備費として、3183億円が計上されたことが大きい。この馬毛島に整備する飛行場については、航空自衛隊も使用することになり、現在空母化改修が進められている、出雲、型護衛艦に、艦載予定の F-35B の FCLP 訓練施設としても期待されている。その他に、今後退役が予定されている F-2 戦闘機の後継機種である、次期戦闘機研究開発費として858億円、中国やロシアが、開発を進めている極超音速誘導弾など対するレーダーの追尾、識別能力向上のための研究開発費に40億円。そして、敵基地攻撃能力保有のために、陸上自衛隊が現在運用している、1二式地対艦誘導弾の能力向上ための研究開発費が393億円など、研究開発費として2911億円とされているのが特徴的である。この中で、1二式地対艦誘導弾の能力向上については、岸田政権が掲げる敵基地攻撃能力として、敵の射程圏外から攻撃可能なスタンドオフミサイルとして期待されており、国会での敵基地攻撃能力保有の是非についての議論に先駆けて開発が進められることになっている。当面の開発目標としては、1-2式地対艦誘導弾の現 200km 程度とされている射程距離を 900km まで延伸させることとされ、これらを南西諸島へ配備することで、中国の空母艦隊を牽制することである。そして、さらに、2025年度に開発を終える予定の地上発射型のみならず、2026年までに艦船発射型、2028年までに航空機発射型として、発射プラットフォームの開発を急ぎ、敵基地攻撃能力の根幹とする方針とされているほか、射程距離を 1500km まで延伸させて、中国に対する抑止力として運用するとみられている。岸田首相は、臨時国会における所信表明演説で、敵基地攻撃能力も含めて、あらゆる選択肢を排除せずに、現実的に検討するとして、長射程ミサイルの開発も、その一環であることを示している。その他には、尖閣諸島や南西諸島の近海を中心に、日本周辺海域において、盛んに挑発的な航行を繰り返す、中国海軍の空母艦隊や潜水艦の動きを監視するために、潜水艦探知性能に優れた P-1 哨戒機3機の導入を決め、その費用として、補正予算も合わせて776億円が計上されている。さらには、海上保安庁の負担を軽減するために、パトロール任務に特化して、少人数で運用可能な哨戒艦の設計の着手費用や、中国海軍の原子力潜水艦などの音門を収集するための音響測定艦1隻を196億円で建造し、現有の3隻に加えて4隻体制とする。
このような監視体制の強化と同時に、南西諸島に対する輸送能力の向上も計画されており、海上自衛隊の大型補給艦が接岸できない港湾しか持たない小さな島嶼への輸送を補完するものとして、陸上自衛隊が中型・小型輸送艦の建造費を2022年度に2隻分102億円を計上し、航空自衛隊は航続距離が長い C2 輸送機導入予算を221億円計上している。南西諸島においては、現在、陸上自衛隊が、奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島に、地対艦、地対空ミサイル部隊の配備を進めているが、全体的に見て、陸上自衛隊の大規模な拠点が少なく、人員が足りないだけでなく、物資の備蓄も不足しているため、有事発生の際には、短時間で、大勢の部隊と、その装備品や燃料、食料などの輸送を実施せねばならないのである。しかも、それだけでなく、島民生活のための、生活物資も、大量に輸送する必要があり、民間の貨物船や貨物機に頼らずに、海と空から、大量の物資を輸送できる、体制づくりが急がれている。